さんこんにちは、シロです。よろしくお願いいたします。ということで中野鬼の今回使っていこうかなと思います。せーの、こちら。はい、いやー、まあ、強いね。アンチアビリティの地雷と原則が、まあ、フォーサーに出てくる、ギミックになってますので、フォーサーの適性なんですよね。で、地雷原則は、まあ、超マイスイーパーの投球が高いわけでもなく、原則も超原則ではないですから、正直アンチアビリティだけで言うと他のキャラに見劣りはしてしまうんですが、他があまりにも強いというキャラになっております。はい、なんで人によっては1体2体、どちらかで使っていくんじゃないかなと思うんですけど、今回はちょっとね、大げさに2体使っていこうかなと思いますね。まあ、個人的にも今サンズの環境なので、サンズサンズ2の2のとかでもう本当に簡単にクリアできるんじゃないかなと思っていますから、そこをちょっと見ていくって感じですね。はい、で、強いところで言うと、まあ、超レザスと M かな。まずね、超レザスと M が、まあ、バハムート系がレーザーをこうポーンと打ってくるんですけれども、それに対して、回復が行えるっていうところ、あと、まあ、フォーサーもそうだけどね、はい、だったりとか、超転送も一応回復アビリティですが、今回原則の地雷しか出てこないのでね、ここは使わないかな。で、あと、まあ、雑にバリアもね、火ダメ経験ができるっていうところ、あと、まあ、高難易度にハマってるキャラなんで超バランス型が偉いよねってところですね。まあ、ここだけもアビリティだけでこんなにありますから。はい、そして勇者コンボ、バウンドチャージと加速、まあ、ユースピアップだね。これもうかけられてやだってクエストないですから、マジで強いと思います。特にフォーサーの適性には今短い SS のねキャラクターが何体かいますし、逆に長いキャラクターもいるんですよね。まあ、シャドウだったり五条だったりとか、あれが、まあ、2、3回遅延を道中で食らっちゃったりするとボスまで間に合わないとか、遅延食らわなくても最近の道中のスピードすごい速さなので、中ボスまでにたまらない、中ボスで一回割合を打ちたいみたいな人にも、このバウンドチャージがその夢を叶えてくれるという要素になっておりますと。で、8ターン SS のサンズなんかと組んじゃった日には、毎ターンサンズの SS が打てるみたいな状況も作り出すことができますので、マジで強いと思いますね。うん。で、SS よ。はい、スピードがアップ。これでパワー上がんないのかな、もしかしたらね。はい、弱点倍率をアップ。そして、触れた味方のパワー防御力をアップして、バブリー状態付与、バカですね。はい。まあ、継続ターン次第ではありますが、バフ、これ防御アップも入ってるのやばいっすよね。で、バブリー状態ですから、だってこれがかかったサンズを想像してみてほしいよね。敵の弱点倍率上がってて、サンズのパワー上がってます。防御力上がってます。そしてバブリー状態になって止まらなくなってます。もう半端じゃないことになると思うんで、はい、じゃあ半端じゃないシーンを見に行きましょう。フォーサー。はい、ということでフォーサーやっていこうと思います。ヒットポイント引く。そうだよね。ヒットポイントはね、まあ、今回ね、マギアを抜いて、運用してみようかなというところで、マギアを抜いているんで、ちょっと低いっすね。で、超原則じゃないから、これ比較的ちゃんと打たないと、危ないまであるから、すいません、最初だけちょっとチャージを捨てて、こういかせていただきますね。チャージを捨ててって言っても、ニノは1回触れるので、こんな感じ、バウンドチャージが出まーす。って感じですね。はい、で、見て。これ、事前考察動画で言ったね。フォーサーにはスーフーというギミックが登場しますね。で、そのうちのスーを使うと、味方が集まって、そのターンを終了するんですが、あ、こんなんなっちゃったらね、もう大変ですよ。もう集まってますから、バウンドチャージ発動したら、基本的にやっぱ近くのね、やつにね、一発目飛んでいくことが多いので、近くのやつっていうか、まあ、近くにね、最初のバウンドチャージが落ちることが多いので、こんな集まってるとこに出しちゃったら、まあ、大体一発目はみんなに入るよね、と。もうやばいね。とんでもない話しますもんね。だってもうこれ、で、またすぐやりましたんで、もうこのバハムートのこのレーザーを避けつつ避けつつ、こうね、行ったり来たりすることができるわけですよ。うん。はい、じゃあまあちょっとレーザーを食らってみたいんで、こういう打ち方します。はい、そして、バウンドチャージもバチコリ出ていくので、あ、これもうおかしいね。今、3手終わった段階で、20プラス4ターンの SS を持ってる 1P、もうあと7ターンです。そして、1番分目で奇跡のサンズ溜まりましたと。これマジ狂ってんな。はい、じゃあこっからもう毎ターンサンズゲーミング始まりますんで、もうサンズをこっからひたすら打ち続けようと思います。はい、サンズ、もうサンズ打ちちゃったらね、こんなクエストね、もうね、茶番ですから。え、これやば、これやばいっすね。これ2段階目っすからね、もう 2P4 点ぜ。はい、いや、これやばくないっすか、普通に。で、別に条件もないですから。で、また集まって状況からスタートするんで、はい、こんな感じで、またチャージが入り続けちゃうんで、もう、やばいことになってる。はい、超レーザーストと、超レーザーサンプで、今なんかしました状況を作ることができますと。そして、さすがに何回も溜まっている。いきます。はい。いや、これおかしいだろ、これ。もう、当時のフォーサーの影が、これ毎ターンやれるとか、正気か、これ、狂ってませんか。わかるでしょ、これやばいんすよ、本当に。てかね、多分ね、コピーでバウンドチャージが出ちゃうのがちょっとやばくて、だからこれとかこういう風に立て
で言ってもこうね、で加速がありますんで上まで行くかな。はい、行ってくれました。はい、これどっちですか。吸い込みですね。はい、またバウンドチャージが4人分のところに帰ってきましたと。はい、でもうここでまたサンズが打てますからサンズ打てちゃいますから。はい、サンズじゃあまあちょっとあれ行こうか。はい、バウンドチャージも通るような形で打っていこうと思います。はい、そうするとサンズがサンズサンズサンズと走ってくるってんな。え、だってこれもうアベレージ2で抜けてけんじゃないかねえ。ニノが1ターン目サンズが倒す、ニノが1ターン目サンズが倒す、これ無限に繰り広げていけるんじゃないかなと思っております。はい、ではニノの SS 打っていこうと思います。チャージのために集めたいです。はい、で弱点倍率も上がります。そして味方のこれ攻撃力とだって防御力上がってんだろ。でバブリー状態でしょ。こんなんもうおしまいじゃんね。でここでまたサンズのターンが回ってきます。でこうね展開されて、うわやばいと、マギアだからヒットポイントもそんな多くないし、アルビレオンアルファのバリアみたいなのもないし、どうしようってなったらもうこれです。はい、もう溜まってるんで、はい、もうこの気にしなくて気にしなくて、こういうことでオペーってやって、こうやってペーって帰ってきたペーってマジこれ、え、これもうさ変に楽しくなったな、うん、今までのね集中してた、あの俺らが好きだったねヒリヒリ感のあるフォーサーってのも楽しかったけど、そのフォーサーに対してこういうことができるっていう楽しみがあるねこれは。うん、はい、で 2P 使って、じゃあ次 4P の番だね。 4P 溜まってますね。ド M プレイ、はい、こんなのやっちゃダメですからね絶対ね。下にみんな避難してくださいね。あーすごい気持ちいい位置に止まりましたと。さあこれどうなる。はい、みんなで集まって調理出すとこれマジ狂ってんな。いやこれも大概、俺もサンズで完全に終了したと思っていたんですが、もうやばいっすね。いや俺は約束なんで毎ターン打つって約束なんでね。はい、約束を果たそうと思いますこれマジさ普通にリリース30分後とかで、ね、勝てそうだよな、挑戦できんならな。うん、これもうだってレーベスに挑戦できるっていう条件満たした瞬間に勝てるぞこれ、このキャラで言ってたら。うん、だってもう簡単っすもん。1万プレイがいっちゃむずい、1万プレイの3つ溜まるまでがいっちゃむずいよこれ下手したら。はい、でさっきね打ったニノもうちょっとで溜まりますと。あー頭おかしいなこれマジ。はい、じゃあこれも別にね気にする必要ありませんから。はいはいはいと、はい、集めて集めてあげて。でこれ集めてあげるのにもう一つメリットありまして、あれだよねバウンドチャージの他に結構その最初から加速が取れるっていうのも強いかもしれないね。ニノが近くにいるんでどういう方向にルートを打ち出しても比較的それが取れるっていうのは強いね。はい、じゃあ SS 打っていこうと思います。はいこれマジなんか悪いことしてる気になるな。はい、もうとんでもないですねダメージが。あ、弱点取りたかったですね。あれもいいや、弱点取ったら多分飛んじゃってたんで、よかったですよかったです。もうこれいや3つ狂ってんな。あのフレ数でこういって減速回も3個でこの飛ばしはえぐいと思いますけどねやっぱりね。はい、集まりました。またバウンドチャージループ始まります。あ、バフ怖いからかけ直しとこっかもうねバフ怖いからかけ直しときましょうね。はい、でできれば集まりくんにしたいので、こう打ちましょうか。はい、まあ、あのバウンドチャージはやっぱね常に出していきたいので、なるべくなるべくもう何も考えない、あのイラプションのためとかそういうんじゃない、そういうんじゃないです。もうとにかく集める、これが大事。はい、で弱点効果上がりました。あ、これ飛ぶな、飛んでいっか別に、これ飛ぶっすね多分。これ弱点効果上がってますから、でこんなん怖くないですからね、だってここで終わるんですから。はい、多分飛んじゃうと思いますが、まあしょうがない、それはフォーサーが悪いですね。こういう適性を作った運営に行ってください。はい、ではサンズのストライクショット2段階目、よいっとーん、はい、飛びーバイバーイと。これやばいねこれマジで元の姿ないっすね。いやーこれちょっとやばいなー。いやもうとりあえず今使って分かったのが、今のフォーサーの理想パーティーこれだと思います。間違いない、これね間違いないです。うん、もう他のキャラが立ち入る隙がないんじゃないかな。うん、これちょっと強すぎだねパーティーとして。うん、
なんかまたちょっと違う面白さがあったっすもんね。なんかストレスがない、途中途中たまらないことがあるとか、あとはバフが切れちゃうとかもないじゃん。2のが2体いるから1体目たまった時打って、2体目それが切れるぐらいにもう1回打ってってのができて、バフもずっと維持できる。で、3図がたまらないなんてことがあるどころか、たまに2段階目たまるなんてこともあるじゃないですか。で、バウンドチャージの飛び方次第ではボスにこの2段階目が持ってこれれば、ね、ね、2のの SS 打って倍率上げて、でも倍率上げなくても飛ばせるんですけど、はい、で飛んじゃって、これはちょっとやばいね。これはちょっとやりすぎですね。もう初代霊術の影がないですから。まあなんか違う面白さがあるよね。はい、じゃあ後手目、今回キャラが多いっていうのがあって、考察で話すことも多いですから、話せることはここで話しておきましょう。まとめいきます。はいはい、ということでまとめお話ししていこうかなと思います。まあもう性能は、さっき今使ってみた通りでございます。フォーサーがあのひりついて、あの当時のね高難易度っていうのを思い出せるみたいな初回降臨の跡形はもう全くございません。もう本当にもう何も残ってない、欠片すら残ってないぐらいぶち壊れましたと。はい、まあほぼ軸にいるのがニノだけではなく、サンズになっては来ていたんですけれども、まあサポートの性能として、かなり強いところがありますよねってお話でございます。じゃあ仮にサンズがいないって人でも、結局シャドウとか五条とかでも、ほぼ同じようなことができると思います。はい。まあその、二ターンごとのサンズが倒していくみたいな、あそこまではいかないとは思うんですけれども、まあ本当に今通りイラプションを避けてあげて、で、普通に攻略していくって上で、こんなに役に立つキャラいないと思いますから、もうそれだけでも本当に強い部分になってくると思いますね。はい。なんで、まあ、フォーサーに関してはもうピカイチ。ただ一個弱点を挙げるとすると、もう明確な本当に相性いいやつっていうのが圧倒的にサンズなんですよ。他のキャラとも相性いいですよ。他のキャラのサポート、まあ、バフかけられて嫌だってキャラもいませんし、チャージされて嫌だ、加速されて嫌だってキャラもいませんから、全員と相性がいいっていうのは間違いないんですけれども、さらにもう超絶相性がいいっていうサンズがいるんで、サンズがいないとこのニノのフルスペックみたいなのはフォーサーで生かすことがちょっとしづらいかなっていうのが不安な要素の一つになってるぐらいですね。だから今自分でサンズを持ってないって人に関しては、ニノを引いたってなった時にもニノと組み合わせるのは基本フレンドのサンズになってくるわけですから、他に枠っていうのは他自分のキャラクターで埋めなきゃいけないってとこになってくるよね。で、そのキャラ次第では今俺が使ったようにあのめちゃくちゃヤバいみたいな、使い方ができないと思うんですよ。各マップにてみたいなのがさすがにちょっとできないと思うので、そこはちょっとあの自分のキャラ持ち次第だったり、ニノを何体引きに行くか次第にはなってきちゃうと思いますね。はい。まあただね、これね、あのサンズにも言えることなんですけれども、サンズって地雷原則の別にワープを持っているおかげで、試練の天魔の空中天の6に行けることができますよね。はい。でそっちでも大きな活躍を見せていると思うんですけれども、ニノもそれと同様にですね、今使った地雷原則の他に魔法陣と転送亀も持っているんですよね。はい。なので今後転送亀のクエストだったり魔法陣のクエストってのがこの地雷原則とかと一緒に絡んできた場合、そこでもね今と同様なサポート役みたいなのができるんですよ。はい。まあどのクエストにもやっぱ最初にねその高難易度ってのが来たら最適になるキャラってのがいまして、ストライクショットが強い、殴りが強い、基本高難易度でハマる理由ってこの2つになってくるんですよ。その2つどちらもサポートできますよね。バウンドチャージでその強いストライクショットをためるの早くする、殴りが強いってキャラに対して加速でそれをさらに上げてあげる、バフでさらに強くする、バブリー状態にもできる。どうやって止めるの本当に。いやこれマジで一本差し採用は本当に多いんじゃないかなと思いますので、個人的にはマジで手に入れておきたいキャラだと思いますね。あのサポートの完成形って言っていいぐらいいろんなものを持っているのでマジ強いと思います。これマジ転送なくてもよかったと思いますけどね。まあ転送がなかったらなかったでフォーサー終わってる人に魅力的に感じないキャラになってしまうから、まあそこが理由にはなると思うんですけど、まあさすがに強いと思いますね。さすがに強いと思う。まあ弱点上げるならあとはあれだね、自分の火力が結構低い。超丸だけじゃちょっと回らないとこがありますよね。超マインスイーパーといえど、あの、投機が別に高いわけでもないですし、条件付きのキラーみたいなのもない。で、超アーパとか超アンダメの火力上げの超アビもないっていうのがあるんで、まあ、そこぐらいですね。なんで、もう本当にサポート全振りのニノっぽい性能になってくれたんで、
よかったと思いますね。はい、でおすすめのワクワクの実、フォーサーでやるに関しては、何でもいいです。はい、レジスはワクワクの実反映されませんので。はい、まあ他で言うと、まああと劇種とかになってくるのかな。劇種過激、線形過激とかは全然ありだと思います。はい、で、バウンドチャージがあるので、SS が早いから即殺いらないかって言われると、そういうわけでもなく、即必殺も結構強いと思います。はい、なので、まあ即必殺、平面照明、とかのパターンか、劇種3種、線形3種とかで揃えておいてあげるっていうのが、まあ一番丸い厳選の仕方なんじゃないかなと思いますね。はい。で、ニノが好きでいろんなクエストで連れてってあげよう。ニノも超バランス型でいろんなクエストで高難易度を連れてってあげようって人にとっては、同族過激系まで入ってくるんじゃないかなと思いますね。はい。で、同族過激より劇種線形とかを優先してる理由は、基本的にアタッカーとかがいると、アタッカーが同族3種とかをつけることが多いんですよ。うん。なんで、それに対して、線形劇種っていう3種のサポーターがいると、あ、劇種したから、じゃあこのニノ連れてって、劇種で、そのアタッカーにその劇種3種の実を、効果を乗せてあげようみたいな使い方ができるんで、まあ、だから要はサンズだよね。サンズって明確な相方がいて、サンズに同族過激3種がついてます。それに対してニノの撃手3種ってのがいたら、さらにサンズの攻撃力を3過激分上げることができますよねっていう見方をした方が、サポーターはいいと思いますので、まあおすすめは即殺平面照明とかですけど、それ以外だとやっぱり劇種3種、線形3種あたりがいいんじゃないかなと思っておりますと。はい、まああとは他のクエストでそのクエストピンポイントピンポイントで合わせるっていうのが必要だと思うんで、そこはちょっと、要相談ではありますよね。はい。で、同族加盟撃過激速問題なんですけれども、加盟撃過激速、攻撃とヒットポイント、攻撃とスピードっていう上がる2つの実がありますよね。ヒットポイント優先ですね。バリアの耐久値が少しだけ上がりますので、基本的には同盟撃系を優先してあげるのがいいんじゃないかなと思います。加盟撃系か、加盟撃系ね。はい、まあ、そこの2つで悩んだんですけどね。はい、てな感じだと思います。はい、珍しくちょっとね、後半にワクワクの実の紹介だったりもさせていただきましたが、文句なく強いキャラと、言っていいと思います。はい、もうブレることなく強いって言えると思います。はい、今年この後コラボが来るかもしれない、年始があるかもしれない、クリスマスあるかもしれないって、いっぱい貯めてきた期間がある方、何のために貯めてたんってぐらい強いです。はい、これが理由になります。はい、それぐらい強いと思いますので、また考察でね、詳しく他のクエストも使ってお話すると思いますが、以上でございます。はい、ってことでね、皆さんもね、使った中野ニノの感想だったりをね、コメント欄とかで寄せていっていただければなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ってことで、本日も動画のご視聴皆様ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録、高評価もしていっていただければなと思います。よろしくお願いいたします。それでは皆様、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。